どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、へそ曲がり赤まんじゅうよ。いきなり何よ、近所の頑固者みたいな扱いしないでよ。それよりもね、今日も何かドキドキすることを教えてほしいのよ。OK だ。じゃあ今回は、生配信で起きた恐るべき放送事故8000を紹介しよう。ネットやテレビ、様々な媒体で生放送が行われているが、時にはアクシデントによる放送事故が垂れ流しになってしまうんだ。今回はその中でも、衝撃度の高かった生配信事故を8つ紹介するぞ。これは見るのに勇気がいりそうね。でもお願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず1つ目はこちらの女性だ。可愛い方ね。どんな人なの？ニコニコ生放送で人気の配信者、ユノンさんだ。彼女はある日、とんでもない放送事故を起こしてしまうぜ。一体何をしでかしたのかしら？事故を紹介する前に、簡単に彼女のことを紹介しよう。彼女は片目に眼帯、下に3つのピアス、腕に包帯を巻いていて、自分のことを、我は、と呼ぶんだ。さらに語尾に、です、マスじゃなく、魔界、をつけるという個性派なキャラなんだ。すごい、徹底してるわね。調べてみたら、永遠の中二病で14歳という設定なのね。そうなんだ。そして、彼女の主な配信スペースは勤務しているメイド喫茶の店内で、仕事後にご飯を食べながらの雑談配信が人気なんだ。そんなある日、ユノンさんは配信を行いながら寝起きしてしまう。すると、お店のドアをどんどんと叩く音が鳴り響くんだ。これ営業終了後のことだし、結構遅めの時間帯よね。一体誰なの？怖すぎ。その後もドアを叩く音は止まず、ユノンさんも起きず、という状況が10分以上も放送され続けるぜ。カオスとはまさにこのことね。最初は視聴者さんも、ウーバーやろ、とか楽しんでたけど、次第に、これはやばい、と焦っていってるわね。やっと音に気づき目覚めたユノンさんは、ノックオンのするドアを開けてしまうんだ。待って、不審者だったらどうするのよ。そこに現れたのはなんと、警察だったんだ。なんで？女性が倒れていると通報があったので来たとのことだった。一部の視聴者さんが、寝落ちしたユノンさんを倒れてしまったと勘違いして、通報してしまったみたいなんだ。変な人が来たわけじゃなくてよかった。けど、警察官さんも大変だったわね。ちなみに彼女は、警察とのやり取り中も語尾に、魔界、をつけて話していたそうだぜ。どんな時もキャラ設定がブレないプロ意識すごい、と話題になったそうだ。私の知らない世界すぎて新鮮だったわ。平和なお家でよかった。お次はこの女性だ。またしても可愛い方ね。彼女は2021年に当時16歳で、現役 JK モデルとして人気だった M さんだ。TikTok のフォロワーは約36万人と大人気なんだが、その TikTok 生配信でとんでもないミスを犯してしまうぜ。現役 JK のやらかし、何かしら。配信終了後に電源を切り忘れていたらしく、彼氏らしき人との生々しいやり取りが垂れ流しになってしまったんだ。これはやっちゃったわね。どんな内容だったの？男性と M さんの夜の交流の頻度だとかを赤裸々に会話する様子や、お互いに大好きと言い合う様子が。さすがにこれはまずいわね。さらに、決まるをしているようなリップ音まで流れてしまい、ファンは絶望したようだよ。結果的にこの配信切り忘れは大炎上してしまったぜ。そりゃあ仕方ないわよね。その後にこの配信は、アカウント乗っ取りによる誤放送だったと釈明するも。ちょっと苦しい言い訳に聞こえるし、信じる人は多くなさそうね。霊夢の言う通りだぜ。けど今も彼女はモデル業を中心に活躍してるみたいだから、そこまでこの騒動が痛手になったわけではなさそうだな。それならよかったわ。お次は良い大人が起こした、とんでも生配信だ。とある女性がニコ生にて、男性の部屋から深夜の生放送を行っていた時に事件は起きた。この二人、実はダブル不丸中で、どっちも既婚者なんだぜ。ちょっと、本当にどうしようもないわね。女性が男性宅での大声生配信を行っていたところ、開始から数分後に男性が部屋に突入してきたんだ。仕事なんだよ、最低のルールをわきまえろって人間として、って言ってんだろうがよ、と女性に対し怒り出す男性。これが修羅場ってやつね。このやりとりの間も配信されたままで、女性はなんとかカメラの画角を下げて、男性の姿や口論中の映像が映ることは回避できたぜ。しかし、この後にはさらなる地獄配信が待っていた。これ以上の地獄って、どんな状況だったのよ。男性は女性を部屋から追い出すんだけど、女性が泣き叫ぶために再び部屋に入れる。口論は続き、様子から察するに男性は女性の髪を引っ張ったりなどの暴丸行為もあったみたいだな。口論がなおも収まらない中、部屋のインターホンが鳴り警察が来るんだ。どうやら他の部屋の住民が通報したみたいで、二人は事情を聞かれる展開に。もちろん、その間も配信は続いていたぜ。これは本当にどうしようもないわね。
視聴者はどんな反応だったのか気になるわ。男性は女性に対して棒丸を振るってしまったようだけど、男性を擁護する声が圧倒的に多かったようだぜ。深夜に他人の部屋で大声生配信を行った女性が悪い、とみんな感じていたみたいだな。視聴者さんの反応はまともでよかったわ。けど血は喧嘩を配信して警察沙汰を起こす不丸カップルなんて、近所にいたらいい迷惑よね。本当だよな、今後は自重してほしいよな。さて、ここから明るめな映像を4つ紹介して、最後に重めなのを1つ紹介するぜ。わかったわ。これは結構有名な映像かもな。右側に透明のガチャピンがいるわね。2016年2月5日に、ウェザーニュースの生配信に出演したガチャピンが、透明化してしまうというアクシデントが発生したんだ。なんでこんなことになっちゃったの？お天気映像を映すためにグリーンバックを使って黒巻き合成するんだけど、全身緑色のガチャピンが被って消えてしまったというわけだ。そういうことだったのね。その後にスタッフさんが調整を行ったためか、今度はガチャピンが青くなってしまうんだ。色違いガチャピンが出現したのね、ポケモンみたい。この時の映像は面白放送事故として語り継がれているわけだが、それにはキャスターさんの対応が神がかっていたことも関係していたと思うんだ。どんな対応だったの？彼女は松雪彩香さんというお天気キャスターで、この時は、ガチャピンどこ行った？黒巻きと同じ色だから抜けちゃうよね。よし、このまま行きましょう、などと笑いを交えて柔軟に対応していたんだ。すごい進行能力ね。こういう和やかなハプニングだったら、視聴者さん的にもウェルカムよね。お次は2022年1月26日にアメリカの生中継で起きた、新しめの出来事だぜ。ものすごく最近ね。アメリカ、ウェストバージニア州のテレビ局のリポーター、ヨーギーさんは水道管が破裂したことを現場にてリポートしていたんだ。スタジオの男性キャスターからの質問に答えようとした瞬間、背後から近づき、右折をした車と衝突してしまい、カメラと一緒に倒れ込んでしまったんだ。接触事故じゃない、これはかなりの緊急事態なのでは？幸いヨギーさんは、車に轢かれた、私は大丈夫、と立ち上がりリポートを続けたんだ。すごいプロ根性ね。けど体が心配よ。その後病院に検査に行ったが、怪我や体の異常は見られなかったそうだよ。それはよかった。これリアタイで見てたら、結構な衝撃映像よね。スタジオの男性キャスターさんも、何が起きたかわからずキョトンとしてたみたいだからな。まあ、リポーターさんも無事で、笑って済ませられる放送事故でよかったわね。次も海外番組の生中継で起きた悲劇だ。アメリカ、ワシントン州のローカルニュース番組で、とんでもない映像が電波に乗ってしまったんだ。キャスターさんの後ろにぼかしが入ってるけど、これかしら？そうだぜ。なんと、1ビデオが13秒間も誤放送されてしまったんだ。真面目なお天気ニュースっぽいし、大問題よね。お天気情報じゃなくても、大問題だけどな。生放送中はぼかしはもちろんなくて、ビデオの生々しい映像が流されてしまったぜ。しかも18時30分頃の放送とあって、多くの人が視聴していたんだ。向こうで大問題にならなかったの？もちろんなったさ。視聴者から通報を受けた警察が、捜査をしているとのことだぜ。調べてみたら、これも2021年の10月末に起こった最近の出来事だったのね。どうせ、誰かの電子端末に入っていたデータが誤配信されたんじゃないかしら？仕事用の端末に変なデータは入れてはいけないという、良い実例かもな。こちらが最後から2番目の映像だな。これも外国の映像ね。結構有名なやつじゃない？これは2017年にイギリスの BBC ニュースの公式 YouTube チャンネルにアップされた動画なんだ。ケリー教授が、アジアの政治問題について、スタジオの MC とシリアスなトークを展開しているとき、予想外の事態が起きてしまうぜ。政治トーク中にアクシデントが起こるのはまずいわね。なんと、教授のお子さん2人がお部屋に乱入し、映像に映り込んでしまうんだ。あらら、教授もかなり焦ってるわね。その後すぐに母親が部屋に駆けつけ、子供2人を部屋の外に連れ出すんだ。お母さん、登場後のスピードがものすごいわね。かなり申し訳なさそうな表情でお詫びするケリー教授だったけど、映像は2017年3月に公開されて、5日間のうち2570万回も再生されたんだ。真面目な放送中に起きた面白ハプニングとして、かなり好意的に捉えられているな。確かに、お子さんたちも無邪気だし、焦るご夫妻にも好印象よね。これも歴史に残るハプニング映像に数えられるんじゃないかと思うぜ。それじゃあ、これが今回最後の映像だな。これはある意味で、幻の放送事故かもしれない。何しろ、公開されてからすぐに映像がバンされてしまったからな。普通に可愛い女の子の生配信っぽいけど、何があったのよ。2014年3月26日、ある美少女が部屋で生配信を開始するぜ。新しい水着を買ったことを報告する配信者さんに、
視聴者は着替えて見せてほしいと催促するんだ。え、水着姿を映すのは、さすがにまずいんじゃないの？最初はやんわりと拒否する配信者さんだが、視聴者の推しに負けて奥のドアに入り着替え始めるんだ。これはやばい、着替えた姿を配信で映したらアウトっぽそうよね。霊夢の心配通り、配信は着替え姿がドア越しにもやっと映る映像を最後に、いきなりバン、されてしまうんだ。ほら、言わんこっちゃない。というのはネタで、実はこの映像はある商品を PR するための動画だったんだ。車のタイヤ業者さんが、タイヤの履き替えを推奨するために制作した映像だったんだよ。なるほど、うまくできてるわね。この映像が突然バンされたように、タイヤがバン、バーストするのも突然です。タイヤの点検交換をお忘れなく、という注意喚起を、リアルな生配信風の映像に絡めて作成したってわけだ。これはかなりうまいというか、記憶に残るわね。けど生配信風の作り込みが相当にリアルだったせいか、YouTube に投稿されたこの動画は、本当に運営側に公開停止させられてしまったんだよ。すご、本当に幻の CM になっちゃったのね。その後に再編集して動画は復活したらしいけど、今現在はまた動画非公開になっているみたいだな。元映像を見てみたけど、確かに相当リアルだったしね。というわけで、最後は実在した配信者がバンされたと見間違うような、リアルな作り込みが話題になった CM 動画、というオチだったぜ。以上が、生配信で起きた恐るべき放送事故8選、だったぜ。実際に起きたアクシデントからお騒がせ系、リアルな作り込み動画まで様々だったわね。そうだな。生配信という性質上、これからもハプニング映像が絶えることはないだろうな。また新しいネタをキャッチしたら動画化してみるぜ。よし、ネタ探しから編集、公開まで頼んだわよマリサ。ってことで、今日の動画はここまでだ。各動画への感想、考察などある方はぜひコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。